Alright, next mission. To a new world. この巨大なハッチが月面基地ダイダロス。地表は上から狙い撃ちされちゃうから、下から潜って近づこう。正面の洞窟から進行ね。戦況は？基地防衛のために機動要塞メサイアが出てきてるはずなんだけど、静かすぎるね。それに敵味方に多くのガンダムがいるんだけど、全然捕捉できない。多くなってランタオ島のガンダムファイト区に？それくらいいるはずなんだけど。ともかくザフタ軍を蹴散らして進もう。私たちだけでダイダロスを落とすなんてことにならないでしょうね。洞窟内かなり暗いわね。小隊長さん、レーダーマップをよく見て進んでね。ブレイク現象確認。アフターコロニー時代の無人機モビルドールビルゴ。ブレイク現象の規模としては小さいけど、小隊長さん、油断はしないでね。レーダーマップで敵の位置を確認して。結構入り組んでる洞窟ね。視界も悪いし、天然の要害ってところ。ブレイク現象はおとなしいけど、地形の方が面倒だね。さくら、ブレイク現象を甘く見ないこと。そういう油断が新たなブレイクを呼ぶのよ。なんだかもうベテラン。あ、燃料タンク。ショックを与えると爆発するよ。竹の下に落とせば敵を一網打尽にできるかも。小隊長、攻撃してみて。セリア。私も澄んだ心でプログラミングが知りたいか。
ならギアナコーチで共に修行だ。もうバグも仕様もどうでもいい。アルムは目の前の思うこと。それは全然済んでないよ。あらてか、次から次へと。これは西暦2300年代の歴史、独立治安維持部隊アローズのモビルスーツ。正解。アヘッドにジンクス3。もしかしてソレストルビーイングが来てる。どんな敵が出てこようと叩き潰すのみ。いや、もしそうなら味方だから潰しちゃダメです。ガンダムマイスター対ガンダムファイターは見てみたい気もするけどね。どっちもこのコズミックイラの歴史からはブレイクアウトしてもらわないと。この先もう少しで月面に出るよ。ザクトの軌道要塞に近くだから用心して。ブレイク現象もここまで断続的に起きてるし、また何かあるかもね。相手が誰であろうと俺の邪魔をするなら蹴散らすまでだ。全滅する。そこ、あれが機動要塞のメサイアなのね。そう、あれのせいで月面基地攻略が困難に。なんだこの嫌な予感は。どの選手、あの要塞に何か。何かが起こる。俺の勘がそう言っている。まさかブレイク現象の発生を予期してるの。何があろうと拳にかけて戦うだけだ。幼稚クリンなガンダムさんだこって。誰、それにガンダムなの。そこのお前、この男に見覚えはないか。
どこのどいつだ。ならばお前にガンダムファイトを申し込む。ガンダムファイトだ。ドンちゃんやるには良さそうだな。しかしない。あんたもガンダムってことはガンダムファイト。レディーゴー。小隊長さん、相手はアルケーガンダム。パイロットのアリー・アルサージスはソレスタルビーンを狙う傭兵で、5年前負傷したガンダムマイスターの一人を殺害した張本人。見えねえ見えねえくせに戦場に出てくるとは自業自得だ。ティエリア君が言っていたロックオーサーの敵。さあ始めようじゃねえか、ガンダム同士によるとんでもねえ戦争ってやつをよ。また殺してやるよ。ガンダムさんよ。俺は負けん。キングオブハートの名にかけて。ハートの王様。彼は戦いの秩序を受け継ぐ守るもの、シャッフル同盟っていう組織の一員なんだよ。これまで歴史上のありとあらゆる戦いを監視し続け、幾度となく人類の滅亡を防いできた戦士たち。キングオブハートの名はその一員の証。先代である一生さん、東方腐敗から受け継いだね。その活動の末、最も進化した戦いの形、ガンダムファイトが生み出されたんだよ。まるでソレスタルビーイングじゃない。そして彼らが乗る機体もまたガンダム。結構結構、戦争の死骸があるってもんだ。シャッフルの紋章にかけてお前を倒す。やっぱ戦争は白兵でねえとな。まるで楽しむみたいに。俺は戦争が好きで好きでたまらない最低最悪の人種さ。欲しければ奪う、気に入らなければ殺す。人間のプリミティブな衝動に準じて生きる人。アルケーガンダムも原型のガンダムはソレスタルビーイングから奪ったものだしね。おうよ、いただくぜガンダム。命あってのものだねってな。やっとブレイクアウトしてくれた。ガンダムファイター並みの濃さだったわね。どこであろうとガンダムファイトの申し出は受ける。自力でブレイクアウトした。ガンダムファイター、何でもありね。でも私たちの目的は終わってないよ。ダイダロス基地、そして機動要塞メサイアへ行こう。
レッシャー敵をむき出しにしてやってくる。ジオ、まさかタプテマスシロッポ隊員。招待状さん、ヒーロ君、気をつけて。了解、ターゲット変更。ジオ、セブ、危険な相手か。その素質見極めさせてもらうぞ、少年。すっごい上から目線、何者なの？クリプス戦役終盤にスターンズの実権を握った通称木星代理の男、木星資源採掘艦ジュトリスのキャプテンで、地球圏に帰還してスターンズに入隊したんだよ。私は次の時代を支配するのは女だと思っている。力を貸してくれるか。初対面ですけど、そんな風に言われても。やはり人はよりよく導かれねばならん。指導する絶対者が必要だ。お前の競争を決めて戦いを終わらせるためだ。まだ負けるわけにはいかない。木星戦団のボスからリターンズのボスになった。それっていつのこと？さくら、ティターンズの首領ってジャミトフ・ハイマン大将じゃなかった？グリプス戦役終盤まではね。彼はジャミトフ総裁はハマーン・カーンによって暗殺された。嘘、ハマーン様が？アクシズがティターンズと接触したのって。その目的はエウーゴと手を組んだジオンの残党どもが地球連邦政府を支配することにある。ジャミトフ閣下の弔い合戦ではなく、もっと大きなもののために今こそ力を奮い立たせるのだ。というのは建前で、大将さんを暗殺したのはこの人だよ。ティターンズを乗っ取った。戦争の後、地球圏を治める天才が必要だとは思わんか。私は世の流れに身を任せるまでのことだ。ジオのブレイクアウトを確認。ブレイク現象にまで身を任せるのはやめてほしい。待って、地下から巨大なエネルギー反応。まさかレクイエムが起動？何？すまない、基地を撃つことはできないようだ。ヒーロ君、ウイングガンダムゼロもブレイクアウト。ダイダルス基地にツインバスターライフルを撃つとかは見たかったけど、ここまでだね。小隊長さん、ブレイクアウトするよ。作戦は成功した。Okay, 起動するぞ。Another boss battle. お前は俺に何が言いたいんだ？Taking a break and we're gonna get back to this tomorrow. See you guys later.